新寮車両区は愛知県春日井市にある東海旅客鉄道の車両基地である。面積は179,436平方メートル。敷地は中央本線、春日井、新寮館の北側に並行しており、出入庫は両駅から可能な配線となっている。中央再線や関西本線及び竹戸用線の普通、 快速列車で運用される車両が多数配置されている。また、経営分離前のお方線についても、新寮電車区の受け持ちとなっていた。海新、東海鉄道事業本部を意味する、海と、新寮の電報略号、新から構成される。なお、国鉄時代は、名古屋鉄道管理局を意味する、名と合わせて、名新であった。以下は、 2021年4月1日現在の所属車両である。機関車、貨車、客車は配置令量のため省略した。ABCDEFJRR 編、JR 電車編成表2021夏、交通新聞社、2021年、P115 から119。ISBN9 兆7843億3二万五2 5 2 1 6 駅管理体制見直し。交通新聞。川島慶三、東海道ライン全線、全駅、全配線第五管名古屋駅、舞原エリア、ピアニッシモ、26から27、高段車、2009年7月、ISBN978 から40億6270万153、日本国有鉄道岐阜工事局、岐阜工事局50年史。 P347-1970 年 A 進。B000JQRBVS ハット電車衝突は実は警部補の車だった愛知の東海道線脱線バス事故 産経ウエスト h t t p コロンススララッッシシュュ w w w s a n k e i c o m スラッシュウエストスラッシュニューススラッシュ170303スラッシュ WST1703030085-N1.html2017 年3月3日閲覧東海道線踏切事故、死亡は、愛知県経系部補。毎日新聞。 http://mainichi.jp/articles/2017-0304/k00/00m/040/237-00-c2017 0年3月4日閲覧。jrr 編、jr 電車編成表2021等 jrrr 交通新聞社2020年 p361 ISBN 9長7843億3千八8二2202ありがとうございます。